バチコイ心理学。こんにちは、心理学オタクの岩尾です。さあ行ってみましょう。今日のバチコイ心理学は人に頼ろう編。頼ろう。困った時にみんなこう思いませんか？自分一人の力でやる、俺やれるんだって。いやでもさ、ちょっと待ってください。一人でやれることって限界あると思うんですよ。でね、なんか小さい頃からほら頑張りなさい、できるよあんたね、努力、根性みたいな、週刊少年みたいな感じになるじゃないですか。いや、できりゃいいよ。でも現実ってできないこと結構多いじゃないですかね。なんかもう、ウサイン・ボルトみたいに速く走れないよみたいなね、こう福山雅治みたいにかっこよくなれないよ、困った、どうしよう。そんな時に人に頼ってもいいんだよ。これがね、言われる方はいいんですよ。あ、頼ってきた、オッケーオッケー、頼られた、やったーみたいな感じで。頼る方ってこう、恥も外聞もなんか、自分でできなかった、俺ダメなんだ、だから頼るっていう風になりがちですけど、そんなことはない。人間は群れで生きてるんですから、頼ればいいんですよね。頼った分、頼られて助けてあげるのがウィンウィンじゃないですか。決して人にお願いしたり助けを求めることは悪いことじゃないし、自分の弱さを証明するものではありません。むしろ頼れる勇気、その勇気があるって素晴らしい。その勇気を持ってる俺いけてるって思いましょう。そうすればね、人に何かをお願いするときちょっと楽に頼れるかもしれない。で、助けてくれたら今度ね、お返しの倍返しだってやってやればいいんですね。だから皆さん、困ったら人に頼ろうね、助けてって言いましょう。というわけで、今日は人に頼ろうという話でした。ではまた。